ゆっくり。という、チャンネル。こんにちは。今回は恒例の 2.7 のアップデートで変化したことを動画にしていきます。それでは、よろしくお願いします。一つ目は、イエランとシノブの料理追加ですね。イエランはエビのあっさり炒め、シノブはオムライスが対象料理です。まさかの、ここに省エイソーのワードが出てくるとはね。まあ、茶室がどうのって話しかありませんが。続いて、しのぶのオリジナル料理では、しのぶが料理の資格を持っていることがわかります。こういう小ネタがわかるの面白いね。はい、2.7 では稲妻のデイリー任務が緩和されました。対象は、雷切り対策、執行官様のために、ヤシオリ島エリアにあるデイリー以来全速前進、トドロク大危機、白日に来たる君子、危険な輸送状況。はい、すべて敵が弱くなったりしております。細かく解説しても仕方ないので、次行きます。はい、続いて、生物のおすすめメインステータスが表示されるように。こちら、キャラによってはガバかったりするんで、あんまり参考にしない方がいいかも。また、育成優先の基準は、全プレイヤーの装備してる人の数の統計みたいです。イエランも現在は確認できるようになっていますね。旅人はどうして表示されてないのかわかりませんが、シノブは現在集計中になっていますね。続いて、添付も見えるようになりました。数張って爆発上げてる人多いんだね。添付は基本的に集計を信用できそうですね。続いて、名詞が追加されました。イエラン好感度、シノブ好感度、気候の3枚の名詞追加。気候名詞1個も持ってないわ。続いて、機能付き家具がいくつか追加されました。一つ目は、ぼやぼや。どんな効果かというと、スタートするとランダムに出現する置物を拾うゲームですね。基本的には、マルチで取り合って誰が多いかって遊び方になりそうです。また、このボヤボヤの出現位置は設置した後調整できます。続いて、音の出る家具の追加です。2種。こちらは設置して調べると音が出ます。こちらは、景観の一番左の項目にあります。買った後場所迷子になりがちなので注意。一応、音聞いておきますか。はい。追加は 2.6 でしたが、ずっとメンテだったので、こちらのアイテムも紹介します。名前は迅速果敢です。基本的にはエリンごっこのできる家具ですね。すべてを同時に破壊すると成功、で記録されます。スタートボタンみたいなのはありませんでした。杭の場所を好きな位置に動かせるので、まあ、遊べるんじゃないでしょうか。壺を全くしてないのですが、遊び方は少なそう。と、機能を確認しながら思いました。ちなみに、先ほどのボヤボヤも出現位置を調整できます。続いて、これは違ったらすみませんなんですが、2.6? で花火が追加されたんですかね。左が、象形花火、右がユーネム花火です。前からありましたっけ?花火の中身は選べず、1個100コインで買えます。家具シリーズ最後、追加されたレシピやら、ナシエンシリーズより下が追加されましたね。7個かな。あとは、4個の置物も販売に追加でした。
続きまして、市長挑戦にヒントが追加されましたね。初心者救済でいいと思います。稀に初見殺しな市長もあるんで、これは助かりますね。続いて、便利アイテムのことが追加されましたね。購入は大人のおもちゃも売っているらしい。ヤマバーヤから買えます。個人的に、こと買うくらいなら 100% ライアーをおすすめします。なんか、音がカラッカラなんだけど、伝統的な音なんだろうか。ちょっと自分の趣味には合わない音でした。続いて、絵文字の追加ですね。多分、カズハのアイコンから後ろが今回追加されました。次は気候について。 2.7 以降は、アップデートの週にアップデ前に、週ボスやら、評判やらを倒してたら引き継ぐようになりました。これは、2.7 以降適用だったようです。今回は安心して、評判をクリアしてから 2.8 に行けますね。余談ですが、どうせ50になるから関係ないって聞きますが、狙ってるキャラが前半であれば、気候課金するのであれば、前半のうちに50を達成できるかどうかはかなり重要です。続いて、探索派遣の内容が変更に。リーウェオギハナ州の報酬を馬をと金予想に調整しました。帰り原の報酬をモラに調整しました。オギハナ州の報酬は、モラからバビと金予想。帰り原の報酬はハスと松茸からモラですね。個人的には、松茸とハスの方が嬉しかったかな。バビと金予想って主な用途なんなんだろうか。嬉しい人もそこそこメイビーいるんだろうか。世界ランク36の世界において、一部敵の難易度を下げました。純粋精霊、無双の岩、無双の氷、魔偶剣鬼、雷音権限、黄金王獣、風魔竜、若田竜王を含みます。ということなので、もしかしたら、普通のフィールドの敵もいくつかは弱体化されてるかもね。とりあえず、名前が挙がっているボスは弱体化されたようです。続いて、狼の不具合修正。市長において、敵獣域ハウンド、獣域ウェルプが一定の確率で、障壁の外に移動してしまう不具合を修正しました。個人的には実害出るレベルのバグだったので嬉しい。録画データ吹っ飛んだんで、証拠動画がないんですけどね。とりあえず、ウェルプたちって毎回修正されてる気がするけど、運営から見ても、実質めんどくさい存在なのかもしれない。2.8 のパッチノートにもウェルプの記載あったら笑えるな。最後、感電反応の修正ですね。こちらは、感電を起こした時、水元素が起点でも、雷元素が起点でも、最終的に元素量が多い方が残るようになったという修正。水から雷って付着させた時に、水一流に対して、雷二流で付着させても、なぜか同時に消失していた不具合が修正されたという感じです。現在は同じ手順でも、雷がちゃんと残るね。最後に文字だけで2個紹介。まず、マルチからソロに戻った時の雨の水付着の不具合が修正。確かに言われてみれば、そうだったね。あと、キャラクターの5番目、これは、誰でも賞になれるハイジャンプバグが修正ですね。海外でも大流行りしてたね。それでは終わりに。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。一応目星修正点は紹介したつもりです。他にもこんな修正あったよみたいなのがあれば、コメント欄で共有してくれると嬉しいです。公式サイトの修正一覧のパッチノートへのリンクは概要欄にあります。ということで、今回はここまで。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。